皆様、明けましておめでとうございます。今年も、始まりました、古関圭一競馬予想 TV でございます。今年も無事に、始まりました。ということでですね、また今年もどんどん予想していきたいわけですけどもね、まあ、去年は、安田記念だったっけな。から、ちょっと、秋の G1 戦線までね、ちょっとね、サボってしまいましてですね。で、その後もですね、なんとか G1 レースだけはですね、ちょっとね、あげたんですけども、他のね、レースをちょっとね、なかなかあげることができませんで、はい、下がってくれた、これ。で、そうですね、今年の抱負っていうわけじゃないんですけどもね、とりあえず、はい、なるべく、ですね、ちょっと動画をね、上げていきたいとね、思ってね、また今年もね、とりあえず頑張っていきたいと思います。はい。まあ、いろいろちょっとね、突っ込みどころ満載かもしれないですけどもね、ちょっとね、はい。お許しください。はい。ということでですね、今日も始まりました。古関圭一競馬予想 TV でございます。これだ。ということでですね、今回の予想はですね、1月6日、今日は1月5日なので、明日でございます。まず、中山競馬場で行われます、中山金杯の方のですね、予想動画となっております。下がってくるな、これ。はい。とりあえず、いきますか。はい。はい、来ました。1月6日、第67回、日刊スポーツ賞、中山金杯 G3 ということですね。中山11レース、芝2000メートルでございます。9番、ダイワキャグニー、6番、セダブリランテス、3番、当選また来いやから行きたいと思います。このね、3頭選んでみました。まあ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 、うん。サブ69じゃねえか。1月6日だから、6日だから6番を軸にサブ6級でおめえは筋かいみたいなね、これね。またそんな予想をしやがるのかっていうね、例年通り、はい、相変わらず変わらないですね。予想を上げてるんですけども。いや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 、はい、これはちゃんとね、考えておきました。はい。ちょっとしばらくあるかな。ちょっとサムネイルのね、問題があるんでね、ちょっとね、しばらく掲げておきます。まずですね、一番上に挙げたダイワキャグニーですね。はい。まあ、そうですね、これを選んだ理由っていうのはですね、僕の会社の知り合いの方がですね、いましてですね、その人もね、競馬をね、やってたんですけどもね、まあ、おじさんも言ってたかな、僕のおじさんも言ってたかな、中山で、横山典弘が乗る馬、はい、横山典弘騎手が乗る馬、めちゃめちゃ熱いそうです。はい。うん。で、ダイワキャグニーですね。で、キャピタルステークス、まあ、東京競馬場ではございますけどもね。まあ、4歳、3歳明けて4歳。はい。ね、1着を取ったということですね。その前は北村博士騎手だったんですけども、まあまあ、まあ3歳だったんでね。はい。毎日王冠も4着。うん、まあ、いい成績だとは思うんですけどもね。うん。で、1600、まあ2000メートルか、これ。2000メートル、まあ、プリンシバル。そうですね、これ東京オープンレースでですね、東京ですけどもね、2000メートルを1分58で走ってきてるんですね。はい。まあ大体中山とね、もちろんね、東京のコースは全然違いどもですね、大体2000メートル2分ジャストと考えたらね、ちょっとね、いい足使ってるなということで、はい。うん。で、ですね、あと、6番。これはですね、ちょっとね、レース感覚がちょっとね、故障かなんかなのかな、あんまり僕もね、ちょっとね、わからないですけどもね。故障かなんかなのかな。まあ、このレースで5戦目なんですよね。新馬戦勝って、サナエ賞でいいのかな、これ。すいません。サナエちゃんのサナエだよな、これな。はい。で、ラジオ日経賞を取って、うん、ラジオ日経賞でいいのかな。で、あと、そこからがっつり、ん違うな。新馬戦取ってから、とにかくレース感覚が空きまくってますね。はい。で、
アルゼンチンで3着になって今回を臨むと。はい、まあでも僕的にはですね、十分休暇を取ってからの参戦なんで、これはちょっとね、もしかしたら来るんじゃないかと思いますね。はい。やっぱり僕もね、よくトラックの中でね、見てくださる方はね、トラックの中でね、休みございませんとかってね、よくね、言ってるんですけどもね、今日1月5日で僕は今、1週間ちょうどね、仕事休んでるんですけどもね、うん、やっぱりね、もうね、仕事やりたくてしゃあないですね、逆に。うん。休みすぎるのも良くない。うん。腐ります。はい。だからね、そのね、パワーがね、このね、セダプリグリランテスはね、多分ね、出てるんじゃないかって、出すんじゃないかということでですね、ちょっと考えてみました。はい。ほんと腐りますよ。仕事やってる時はね、もうね、引きこもりてーなーってね、ずっと考えてるんですけどもね、いざね、もう明日から仕事なんですけどもね、いざね、休んだらね、もういらねえや、みたいなね、なんかやりてーなって感じになりますからね、もうね。うん。だから僕ね、引きこもる、タイプじゃないですね、もうね。うん。どんどんね、仕事っていうかね、人間関係がね、クソでもね、どんどんね、仕事していかないとダメな人間なんですね、きっとね。うん。で、あとはまあ、当選また来いやということで、これはね、また来いやということでね、じゃあ、うん、行くよ、みたいな感じで考えてみました。はい。当選また来いや、ということですね。うん。7歳馬でございます。はい。冠名プラスまた来いや、何度も勝利が来るように。いいですね。うん、何度も勝利が来るように。はい。うん。ああ、LINE が来ました。LINE が来ました。はい。ですね。ゴールドアクター、同世代なんだな、これな。ゴールドアクターを倒してるんですね、これね。まあなんか、そうですね。ゴールドアクターを倒してるってことは、なんかチャンスはあるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ウィンブライトね、福島記念一着取ってて、まあね、一応、内枠で勝負、一番ね、内枠で、多分ウィンブライトこれ一番人気になるんですけどもね、この3頭で行くのも面白いかなと思いまして、はい。考えてみました。はい。まあ、デニム・アンドルビーね、牝馬8歳。人間で例えると何歳だ？もう50歳ぐらいのおばちゃん？うん。あれですね、もうね、おばちゃんのね、パワーをね、使ってね、頑張ってもらいたいですね。はい。はい、ということでですね、一応中山金牌はですね、ちょっとね、こういう風に考えてみました。はい。9番ダイワキャグニー、6番ゼダブリランテス。当選また来いやということで、はい。これで行ってみたいと思います。はい。それでは今年1年また、中山金牌を軸に、どんどん頑張って、動画を上げていきたいと思います。はい。次の動画ではですね、この2つはね、外しますんでですね。はい。これ家限定なんでね。普段はね、トラックの中でね、撮ってる動画がね、ちょっとね、たくさんありますのでね。トラックの中ではね、サングラスするんですけどもね。G2、G3 戦はね、サングラスしないでね、この目でやりますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは、ですね、次の、予想動画は、京都金牌の方のですね、行きたいと思いますので、ぜひそちらもご視聴していただけたらと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。あ、今まではね、僕の動画を見てくれた人、僕、一番初めにですね、ジャスタウェイっていうね、昔ね、馬が走ってたんですけどもね、ジャスタウェイっていうね、名前でやってたんですね。で、昔よくね、始まった時、ジャスタウェイだよ、ヒヒヒってやってたんですけど、わかりました。はい。ご視聴ありがとうございました。ヒヒヒで、今年は締めたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。